何とかテイク重ねさせてもらったりとかしたんで、本番始まったらゼロに戻して、その時感じたままやりました。人間のことが全て分かるわけではないんで、ジェジェさんというのはそういうところを先生に取ってくださるっていう思ったんで、ジェジェさんを信じてやってました。人と人とのつながりだとか絆だとか愛だとかを見てる方に伝わってくれたら嬉しいなとは思います。守られなかった者たちへ、まだ何か隠してる気がするんです。